どうもこんにちは、ウロンです。今回は先日発売されましたエクストラパック2016にて登場した新しいテーマコズモデッキを作ってきたので、そちらの紹介をしていきたいと思います。コズモモンスターには大きく分けて2種類が存在します。1つ目はサイキック族のコズモモンスター、2つ目は機械族のコズモモンスター。それぞれどういったカードがあるのか。まずはサイキック族のコズモモンスター。サイキック族のコズモモンスターには誘発特殊能力で場の自身をゲームから除外することで、手札から自身よりもレベルの高いコズモモンスター1体を特殊召喚することができるという能力を全員が持っています。ちなみにこの効果は名称指定の単一聖剣がかかっています。なのでこれらは上級コズモモンスターを出すための足がかりとなる役割を持っています。それ以外にもそれぞれ固有能力を持っています。まずこのドロセルとフェルブラ、これら2枚はこのデッキにおけるいわゆる潤滑油に当たるカードなんじゃないかなと思います。コズモドロセル、このカードはこのカードが相手に戦闘ダメージを与えた時にライフを500点払うことでデッキから好きなコズモカードを持ってくることができます。またフェルブラ、このカードは相手または自分のターンの終了時にライフポイントを500払うことでデッキから好きなコズモカード3枚を相手に見せます。でその中から相手にランダムに1枚選んでもらって、選ばれたカードを手札に、選ばれなかったカードを墓地に送ります。これらのカードで持ってくるのは、あるいはまあ見せびらかすのは往々にして、スリップライダー、ダークシミター、ダークエクリプサー、そしてこちら、ダークエルファイバー、このあたりになるんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずこのあたりは一旦置いておいて、ダークシミターとスリップライダー、これらは場に出た時、召喚特殊召喚に成功した時にスリップライダーは場の魔法かトラップを、ダークシミターは場のモンスター1体を破壊することができます。先ほども申し上げたようにサイキックのコズモモンスターは誘発特殊能力で場の自身をゲームから除外すると、手札から自身よりもレベルの高いコズモモンスター1体を特殊召喚することができる能力を持っています。まあ、つまり相手単調に除外してダークシミターやスリップライダーを出すことによって、まあ、相手の場のカードを破壊することができるといった思わぬ不意打ちを与えることができます。またこれらのカードで破壊するのは別に自分のカードでも破壊することができます。つまりどういうことか。そもそも機械族のコズモモンスターは共通能力で、破壊されて墓地に送られた場合、墓地の自身をゲームから除外することでデッキから自身よりもレベルの低いコズモモンスター1体を特殊召喚することができる能力を全員が持っています。なので例えばあらかじめダークシミターがいる状態で、まあ、ドロッセルを出したとしましょう。でダークシミターで攻撃、その後ドロッセルでアタック、でドロッセルの効果で500点払ってデッキから手札にダークシミターを加えたとします。でそのバトルフェーズ中にドロッセルの効果を使ってドロッセルを除外、手札からダークシミターを特殊召喚、ダークシミターの効果ですでに攻撃したダークシミターを破壊することで、破壊されたダークシミターの効果によってまた墓地の自身を除外してデッキから別のコズモモンスター1体を特殊召喚することができます。そうすることでね、攻撃の手数を増やすことができます。この時にスリップライダーとか出してあげると、まあ、ついでに相手の場の魔法トラップを割ってなんていう動きもできますし、このスリップライダーも自分の魔法トラップを破壊することができます。まあ、仮に場にこういったエメラルドポリスが置いてあったとしましょう。で、スリップライダーが出た時にエメラルドポリスを破壊すると、エメラルドポリスは効果によって破壊された場合、デッキから好きなコズモカードを1枚を手札に加えることができます。まあ、ここでダークシミターやスリップライダーを持ってくることで、まあ、お前のカードをいつでも割れるぞっていう威嚇射撃もできますし、次のターンで出したいなと思っているようなカード、まあ、こういったカードをデッキから手札に加えることもできます。もちろん、トラップカードであるエナジーアーツを持ってくることもできます。まあ、なんで相手ターン中に破壊するでもいいですし、自分ターン中展開の途中にエメラルドポリスを破壊するって工程を踏むことで、まあ、さらなる展開につなげるってことができたりします。ちなみにこのエメラルドポリス、このカードは破壊された時にサーチする以外の能力として1ターンに1度除外されているコズモモンスター1枚を手札に加える能力があります。その代わりそのモンスターのレベル ×100 点ライフを失ってしまいますが、で2つ目の能力として、手札のコズモモンスターを任意の枚数相手に見せて、その見せたカードを全てデッキの中に戻します。その後デッキをシャッフルし、戻した枚数分だけドローするというコズモ版打ち手の小槌といった能力があります。このエメラルドポリスもドロステルやフェルブランといったカードと同様に潤滑油的な役割を持つカードです。またこちらダークエクリプサーとダークエルファイバー、こちらのカードは先ほどのスリップライダーやダークシミターといった不意打ちを食らわすカードと裏腹に、場に出て相手の行動を抑え込む、いわゆるクローザー的な役割のカードです。ダークエクリプサーはトラップカードが発動した時に墓地のコズモモンスター1枚をゲームから除外することで、その発動を無効にして破壊する能力を持っています。この効果は別にターン1制限がついていないので、墓地にコズモモンスターがある限り何度でも使用することができます。次にダークエルファイバー、このカードはターン1制限はありますが、
ライフポイントを1000ポイント払うことで相手の発動したモンスター効果を1つ無効にすることができます。こんな感じなんで状況に応じてこれらをね選んで使い分ければいいんじゃないかなと思います。ドロスルだとねどれを持ってくるか選びやすいんですが、フェルブランはちょっとねそこ運が若干絡んできます。まあ困った時はフェルブランでここら辺のカードの中から3枚くらい選んで置けばいいんじゃないかなと思います。だいぶ話が逸れてしまいましたが、次にコズモフォルミートとコズモシーミルス。コズモフォルミート、これはライフポイントを500点払うことで除外されているコズモモンスター1体を特殊召喚することができます。ただしこの時特殊召喚されるモンスターの効果は無効化され、ターンの終了時に破壊されてしまいます。単純にね除外されているダークシミター特殊召喚して単純火力を用意するでもいいですし、まあほっときゃねダークシミター死んでターン終了時にダークシミター効果でまあこういったカードを場に出すなんてこともできます。もちろんフォルミートでフォルミートを特殊召喚してランクインのエクシーズにつなげることもできます。またシミューズ、シミューズはライフを1000ポイント払うことで墓地に存在するサイキックコズモモンスター1体を特殊召喚することができます。ちなみにこの時効果は無効化されません。なのでダークエルファイバーを出して相手を制圧しに行ったり、墓地のフォルミートを特殊召喚して除外されている例えば機械族のコズモモンスターを並べるなんてこともできます。もちろんシミューズで墓地からシミューズを特殊召喚することもできます。これらの能力を組み合わせると結構いろんなことができて、まあ、例えば墓地にシミューズとダークエルファイバー除外ゾーンにフォールミートとエクリプサーが存在したとしましょうか。その時にシーミューズを召喚でシーミューズ効果で1000点払って墓地からシーミューズを特殊召喚、さらにこの出したシーミューズの効果で墓地からダークエルファイバーを特殊召喚してシーミューズ2体でオーバーレイリバイエールを出してリバイエール効果で除外されているフォールミート特殊召喚でフォールミート効果で除外されているダークシミターを特殊召喚なんてしてあげると、まあ、一瞬にしてこんな盤面を築き上げることができます。まあ、さらに手札にね、ダークシミターがもう一枚あったりすると、まあどうなるかっていうのはまあ、多分簡単に想像できるんじゃないかなと思います。とにもかくにも、展開するにあたって、やっぱフォルミートとシーミューズは非常に重要な役割を果たすカードなんじゃないかなと思います。最後にこの炎王の孤島について話したいと思います。炎王の孤島、このカードはバカ手札のモンスターカード1枚を破壊することで、デッキから好きな炎王モンスター1枚を手札に加えることができます。機械族のコズモモンスターは破壊された時に効果を発動します。この破壊された時というのはバカラとか特に場所の指定はありませんので、手札から破壊された場合でも効果を発動することができます。例えば手札に機械族のコズモしかいなくて下級のコズモが存在しないよなんて時に炎王のことを握っていると、手札の機械族のコズモを破壊しながらデッキから、炎王モンスターを加えつつ、破壊された機械族コズモの効果でデッキから例えばフォールミート出してと、フォールミート効果で除外した機械族出してなんて動きができます。またこの炎王のことは場から離れた時に自分の場のモンスターカードを全て破壊するという能力があります。例えばこんな状況の中でまあフォールミートを除外して手札からスリップライダーを特殊召喚したとしましょうか。でスリップライダーでこの炎王のことを破壊してあげると、炎王のことが場から離れたので自分の場のモンスターは全て破壊されます。この時破壊されるのがスリップライダーやダークシミターといった機械族コズモモンスターだと、破壊された時それぞれが効果を発動して新たにこういった攻撃要因を展開するなんてことができたりします。なのでこの炎王の孤島というカードは確かにこのカードを使った先行制圧パターンとかまあいろいろあるんですが、まあそういったことを抜きにしてもコズモというテーマと非常に相性がいいカードだと個人的には思います。ではレシピの方に移りたいと思います。はい、こちら今回のデッキレシピとなっております。例によって説明文の方にも記載しておきますので、画面の方が見づらいという方はそちらも参照していただければと思います。触れてなかったカードについてちょっと触れていきたいと思います。まずコズモデルタシャトル、このカードは1ターンに1度デッキからコズモモンスターを墓地に送ることで、送ったコズモモンスターのレベル分だけ場のモンスター1ターンの攻撃力と守備力を下げることができます。このデルタシャトルは墓地に送るのはコストなので、仮にフォルミートとかで効果を無効にした状態で特殊召喚したとしてもデッキから墓地にコズモモンスターを送るという行為そのものはできます。またファランナー、ファランナーは自分のターンのスタンバイフェーズ時にライフポイントを1000ポイント回復するといった効果があります。ダークシミターの次に高い攻撃力を持つ機械族のコズモモンスターなので、このデッキは1枚だけ採用しています。またコズモエナジーアーツ、このカードは自分の場のコズモモンスター1枚を対象に発動します。対象を破壊して
相手のバカ墓地のカード1枚をゲームから除外することができます。ここでね、機械族の子供モンスターを破壊してあげると展開しながらかつ相手の場のあるいは墓地のカードを除外することができる。さらにこの除外は対象を取らない除去なんですよ。非常に強力です。この炎王獣キリンは炎王のことで持ってくるカードですが、3の炎王獣であれば何でもいいと思います。炎王のことには自分の場に何もモンスターがいないとき、手札から炎属性長州族1体を特殊召喚することができるよという能力があります。なのでまあ、キリンよりもガルドニクスの方がいいのかもしれませんが、まあ、正直その能力を俺やって使った気を試しがないんですよ。なので別にいいかなと、キリンでもいいかなとか思ってます。まあガルドニクスを持ってたらね、ガルドニクスに変えていただければと思います。はい、エクストラデッキこんな感じになってます。まあ、使えそうなところをちょんちょんとつまんだところでしょうか。未来王ホープとセイントデクレアラーは炎王コズモの展開パターンで使うために入ってます。なんで最高これでなくてもいいかなとか思ってます。残りの2枠は新規セイントレアとブレイクソードを入れようと考えてますので、まあ今それをネットで発注してる最中なんで、数日後には手元に届くかな。うん、とはいってもね、あんまりエクストラ使わないんで、まあ、最悪ね、なんかなしでもいいんじゃねえかなとか思ってる今日この頃です。はい、いかがでしたでしょうか。作るとなるとちょっとお値段張ってしまいますが、それでも強くてかつ面白いデッキなので、よければ皆さん作ってみてはいかがでしょうか。というわけで、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ウロンでした。さよなら。